コンサドーレの筋肉番長駒井選手の秘蔵写真を田中宏夢選手が大公開。皆さん師匠なんでまたよろしくお願いします。筋肉番長と小野伸二選手との意外な上下関係が明らかに。スゴ技選手権夏休みスペシャル、浅野選手からの宿題です。まあできた当たり前ですけどね。こんにちは。北海道のサッカーを全力応援、キックオフ北海道。さあまずは北海道コンサドーレ札幌3選手の移籍情報からお伝えしていきます。僕は札幌に拾ってもらったと思ってます。クロアチア一部リーグディナモザグレブへの期限付き移籍が決まった金子拓郎選手、サポーターへ向けてメッセージが届けられました。特別指定から合わせたら4年半のもの間、いつも応援してくれたサポーターの皆様には感謝しかありません。2020年金子拓郎、高峰智樹、田中俊太の大卒トリオとして札幌に入団。公式戦初ゴールは特別指定選手として出場した2019年ルヴァンカップ湘南戦。それから4年半不動のサイドアタッカーとして今シーズンリーグ戦すべてにスタメン出場、攻撃的サッカーの要に成長しました。金子拓郎は札幌が育てたとサポーターの皆さんが胸を張って言えるような活躍をしたいと思ってます。環境が変わりますが、精一杯頑張ってくるので応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。そしてクソンユン選手は京都サンガ FC へ、田中宏夢選手は J2 藤枝舞 FC への期限付き移籍も発表されました。ソンユン選手はクラブを通じ京都で1試合でも多く試合に出場して成長できるように頑張ってきますとコメント。田中宏夢選手はもっと成長したいと考え、このような決断をさせていただきました。結果を残して成長していきたいと思いますと移籍への決意を明かしました。新天地でのご活躍応援しています。続いてはその田中宏夢選手も登場するこちらのコーナーです。コンサドーレ選手にプライベート写真を披露してもらう企画、題してシャメで喋っちゃおう。今回はこちらのお二人、3人のお子さんのパパである駒井選手が休日の一コマを見せてくれましたよ。自分の子供と娘の友達2人公園1人で連れてきました。はい、1人でお子さんを4人連れてきました。大変だったんじゃないですか。いやでもまあ子供たち楽しんでくれてたので、はい、まあオフはこんな感じでいつも公園に連れてったりしてるのと、はい、であとはまあ息子のサッカーをまあ見に行ったっていうか、年少なんでちょっとちっちゃいんですけど、今シュートしたのが子供なんですけど、かっこいい。自分の父親もまあこんな感じ見てたのかなと思いながら、まあ息子のサッカー見てて思ったので、いいパパぶり伝わってきますよね。そんな駒井選手、筋トレ部を立ち上げたそうなんです。田中とヒロムと西野がいて、であの大森慎吾が入って、でそこからババアが入って、で今やったら今でもそう、慎二さんも最近そうなんですか。はい、皆さん師匠なんで僕はまたよろしくお願いします。でもねめちゃ強いぞ慎二さん、めちゃくちゃ強いです。そうなんですか。めちゃめちゃ強いです。レジェンドも所属するコンサドーレ筋トレ部、門下生たちを引っ張る部長駒井選手の肉体美がこちら。何をしてんの、チェックの筋肉おい動画で俺も初めて見ちゃった。キムキですね。何をしてんの。さらにこんな一枚も。
吉田くんのお子さんと吉田くんの腕が同じぐらいっていう。確かに赤ちゃんの顔と肩同じ大きさっていう、その肩がやりすぎですやりすぎ、何をしてんの、最近やりすぎてるっていう。貴重なお写真をありがとうございました。そして田中ひろむ選手、大きく成長してコンサドーレに戻ってきてください。続いてはスゴ技選手権夏休みスペシャルです。コンサドーレのあの選手から皆さんに夏休みの宿題です。キックオフ北海道をご覧の皆さん、こんにちは。北海道コンサドーレ札幌浅野家です。今日は僕からのルーティングの宿題を出したいと思います。ここまでチームトップの8ゴールをマークしているコンサドーレ浅野雄也選手が、全道のサッカー少年少女のみんなに夏休みの宿題を出してくれました。それでは浅野先生お願いします。決まってます。オーケー。宿題のポイント、まずはリフティングから利き足の甲でボールを一旦キープします。次にジャンプと同時にボールを上に上げて逆の足でボールをまたぎます。最後に決めポーズ、決めポーズ忘れずにお願いしますポイントはもう絶対成功させるんだっていう気持ちですね。あと何回ミスしてもいいんで挑戦する気持ち、マインドで、サッカーも全部 そこにつながってくると思います。それではポイントを踏まえてもう一度、はい、1回目、2回目、3回目、OK ですね。プロフェッショナル。うん、やっぱ負けず嫌いやったんで、僕はお兄ちゃんに負けるのも嫌やったし、自分のチームメイトに負けるのも嫌やったんで、まあ、まずはそこかなと思います。自分の前目の前にいるやつに負けない、どんどんチャレンジしてください。今回の宿題、皆さんが挑戦する姿をご覧の QR コードから番組公式 LINE アカウントにどんどん送ってください。キックオフ北海道の番組内、そして SNS でご紹介させていただきます。キックオフ北海道、キックオフ北海道。スゴ技選手権。北海道で36年ぶりに開催されているインターハイ、キックオフ北海道では熱き高校生たちを全力応援します。動画を送ってくれたのはインターハイで初の全国大会に挑む札幌創成高校サッカー部です。まずは2年生の佐野元気選手、ゴール左上の三角コーンを狙います。お見事、正確なキック。試合でもピンポイントパスでチャンスメイクに期待です。これが俺のアナザースカイゴー。続いては1年生コンビ、小出選手と小熊選手の曲芸リフティング。おお、おお、大道芸のような足技と息の合ったコンビプレー。2人ともまだ1年生、将来が楽しみです。グレイトですね。最後はなんとオーバーヘッドキックです。
吉田選手のクロスを近藤選手が豪快にシュート。すごい。試合で決めればヒーローになること間違いなし。キックオフ北海道では皆さんからのスゴ技を大募集。番組公式 LINE アカウントを友達登録してどんどん送ってください。今回スゴ技を披露してくれた札幌創成、そして札幌第一、旭川実業3校のキャプテンからインターハイへの意気込みをいただきました。2,3 年生が仲良くてすごくいい雰囲気でいいチームです。せっかくこのチャンスで全国行けたんで、全国でも勝てるように頑張りたいです。今年の札幌第一高校は相手より多く走って早く相手のゴールへ向かうことが札幌第一高校のサッカーです。目標は全国で少しでも多く勝利を勝ち取ることです。一つでも失点の数減らしていって、攻撃はゴール前だったりっていうので、自分たち の技術だったりそういう高さっていうのを存分に発揮して、ゴールをどんどん奪っていきたいなと思います。全国大会はベスト4目標にチーム全員で頑張っていきたいと思います。3校の皆さん、北海道代表として全国の舞台で思い切りプレーしてください。ここでプレゼントのお知らせです。今週は素敵な筋肉を披露してくれた駒井選手のサイン入りタオルマフラーをお二人にプレゼントいたします。詳しい応募方法は番組公式ツイッターをご覧ください。コンサドーレ次のホームゲームは2週間後の8月12日札幌ドームに鳥栖を迎えての一戦です。さあ、男子サッカーインターハイ北海道代表の3校はいよいよ明日が初戦です。番組ではその様子を来週たっぷりとお伝えしていきます。今までの練習の成果をすべて出し切ってプレーしてほしいですよね。はい、応援しています。この後はドサンコウィーケンです。夢にまで見たこんな大舞台、すっとギャップに現れてさばいて裏に抜けて like a ninja。